吉田さん、世の中にはいろんなポイント還元ありますよね。私が幼い頃、商店街にはブルーチップっていうのがあったんですよ。買い物をするとその金額の一定額分の一定パーセンテージのブルーチップっていうね、切手みたいなのがもらえたんですよ。その切手みたいなブルーチップっていうのをノートにいっぱい貼り付けるのが私はね、結構好きだったんですけども、そのブルーチップがたくさん集まると、例えば3000枚で鍋とかね、5000枚で図書券とか、1万枚で何菓子とかっていうのがあったと思うんですよ。今ほとんどブルーチップって使われてないと思うんですけども、あれもね、考えてみれば電子マネーみたいなもんですよね。ブルーチップがその辺に落ちてたら拾ってきてペタッと貼ったりとかね、ブルーチップのもしかしたらあげるあげないもあったかもしれません。で、ある商店街ではブルーチップがポイント2倍でですよっていうのがもしかしたらあったのかもしれないですね。とにかく当時私のよくね、関わっていた商店街ではブルーチップのやり取りっていうのが結構あって、ブルーチップで交換できる商品の一覧みたいなね、そういう風なカタログ見て楽しんだもんですよね。非常に懐かしい思い出です。で、そのブルーチップっていうのは利用範囲がかなり限定されていたと思うんですよ。まあ、ですんで日本全国つつうららみたいな、日本円みたいなね、そこまでのものはなかったと思いますけども、でも一定の買い物をする主婦の方でしたらブルーチップっていうのを大切にしたんではないですかね。今の60代とか70代の方でしたらよく覚えてると思うんですよ。さあ、それでね、時代が変わりまして時が過ぎて、ブルーチップというものはもしかしたら下火になったかもしれませんけども、 T ポイントといってクレジットカードを使っている人だけに流通している電子マネーっていうのがねありますよね。で、クレジットカードはなんか嫌だなって人はその T ポイントの恩恵に預かれることなくって、ただお金を多めに払っているって形です。その多めに払っている人のおかげで T ポイントってものが担保されているっていう、そういうふうな事情もあるでしょうね。で、またさらに時間は進んで、まあ PayPay みたいなのもありますよね。 PayPay ってのはスマートフォンを使っている人、クレジットカードの利用者よりももしかしたら多いかもしれませんけども、スマートフォンを使っている人が使えるポイントっていう風になりました。これもなかなかね、使い勝手のいい PayPay というものですけども、これもじゃあ PayPay で決済できるところが多いかっていうと日本円ほどにはないんですよ。じゃあもうちょっと進化してですね、私の大好きな暗号通貨、仮想通貨、暗号資産、こういうものがあります。ビットコインみたいなのがね。じゃあビットコインって利用者少ないですかね。実はすごく多いんですよね。世界でどのぐらいの人が使ってるでしょうか。日本人の利用頻度よりも、日本人のね、日本円の利用頻度よりも多いとは言いませんけども、まあそれもね、ビットコインがこれからどんどん広まっていったりとか、暗号通貨ってものがどんどん広まっていくと分かりませんよね。で、その暗号通貨に新規参入した方っていうのはなんかものすごい爆撃を得てるわけですよ。それこそ送り人みたいなね。その通貨を使っている、ただそれだけの理由で大きな恩恵を受けてるっていうのはブルーチップの時代から変わらないんじゃないかなと思うんですよ。でも今ブルーチップを一生懸命集めても時代遅れですよね。 T ポイントもまあ多くの人が使ってると思いますけども、なんかこうポイントバックのインパクトとしては薄れたのかもしれません。で、そしてペイペイ、かなり強力ですよね。ちなみにセブンイレブンのアプリでペイペイを使うと合計 30% バックというふうな振り込みらしいんですよ。で、先日もお見せした通り、私はペイペイで25万円以上のバックを得てます。私がスマートフォンとかペイペイとかやってなかったらこの25万円はなかったんですよ。逆に言うと25万円余計に負担させられていたと言ってもいいでしょうね。だからこういうことの積み重ねが多分お金の差になってくるんじゃないかなと思いますし、お金の勉強っていうのはそのポイントバックっていうのは結局現金付与と一緒ですよってことなんですよね。今までポイントで買ったものは計り知れないです。それこそ食品とか飲料とか買ってますからね、ありがたいなと思いますよね。さあ、それでね、今回のテーマっていうのはまあ愛でお金が買えるかみたいな、そんなテーマだったと思いますけども、私は前回結論した通り、まあ、愛でお金が買える人はそれもあるし、愛ではお金では買えないっていう人はお金以上にものすごく大切なものをね、その人は持ってるんでしょうし、それぞれだと思うんですよ。私がね、一つ問いかけるとしたら、じゃあお金で解決できる問題があるとしてね、お金以外の方法で何をどう解決したんですかってことを冷静に考えてみると、
これほとんどないんじゃないかなと思っちゃうんですよ。でお金なんてねそんな大切じゃないよと、やっぱ人は心だよって言ってる方、お金に困ってませんか、そんなこと言ってっていうこともあるんですよ。で私はお金に困ってるってことはないですけども、だけどもいつもお金に感謝してますね。ありがとうね、お金のおかげで助かったよみたいなね、そんなことが多いと思います。お金さんありがとうって感じですね。で稼げた時にありがとう、いただけてありがとう、払う時にありがとう、お金さん私を助けてくれてありがとう、もらう時もあげる時もお金が出たり入ったりするたびにありがたいなと思いますし、持ってるだけでもありがたいなと思いますしね。唯一ありがたくないとしたら、お金を持ってなくてお金に関わってない時、お金に感謝ができないかなと思うんですよ。まあそれが私のね素直な気持ちなんですけども、まあ本当にお金がなくてもいいならそれでいいんですけども、なかなかそういうわけにはいかないと思うんですよね。まあですんでね、お金で愛情が買えるのかっていう問題がありますけども、まあ買えたり買えなかったりなんですかね、人それぞれですかね、どうですかね。でもまあお金があった方が愛情を買えるとは言わないですけども、愛情をさらにね強化するものが変えたりとか、愛情を表現する方法が増えたりとか、そういうことがあるんじゃないですかね。例えばね、たまたま自分が大好きになった人がお金が必要ですって時に自分にお金がなかったら、その大好きな人を大好きでいられるでしょうか。お金がないけどごめんねで、その方はいいのよって言ってくれるでしょうかね。やっぱり四六時中お金のことをやってるわけではないですけども、肝心な時にお金がなかったらさすがにね行き詰まることが出てくるんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味で言うと繰り返しになりますけども、お金で買える愛情と買えない愛情があると。そしてお金を使って愛情を買うんだったら、どうせなら高く買いたいなと思うばかりでございますね。安く買おうとかタダで買おうなんて私はなかなか思わないですね。愛情をお金を払わずにとかね、お金を使わずにとかね、やっぱりじゃあどうやってその愛情を手に入れるんでしょうかってことになって、かなり難しくなっちゃうと思うんですよ。だから全部がお金じゃないですけども、一部にはやっぱり無視できない部分があるのかなと思いますね。まあ実際ね、暗号通貨とかなかったら私の暮らしないですからね。それから新しいものにどん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 ね、いい悪いは分かんないけども飛び込んで使いこなしてみるっていう、この挑戦心がなかったら、やっぱ私のアイデンティティも育ってないでしょうね。まあ逆にですね、お金みたいなものを全くかからないよと、距離を置くよってことでアイデンティティが保たれてる部分もありますんで、まあそれは本当それぞれだなと思います。ただまあ今回の結論として、愛でお金が買えるとか買えないとかね関係なく、そんなところで私は人付き合いを差別しませんし、考え方が違ったからといってその人を否定することもありません。違った意見が共存できる、そんなね世の中がまさに、まあ愛情深い、お金で買えない愛の世界なのかなと思いますけどね。ではいってらっしゃい。